違う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 。このメイツはちょっと。いいよね。さあ、どうなるんだ。お、亀さん、よろしくお願いします。あ、よろしくお願いします。千葉県、亀と申します。改めて、行きましょう。遊戯リボルトブリデソン。お、どうなった。え、なんだこの火ぶつ。めっちゃ火ぶつ。めっちゃ火ぶつ。めっちゃ火ぶつ。火とかってか、シーフニューめっちゃいいじゃん。シーフニュー火ぶつね。二人とも使えます。でもちょっと、グレードタスクを置けるようにしてください。チャンスがあれば。こっちもテンタクロスを置けるようにして。火取りたい。はい。特に取りたい理由はない。ボルモは別にいけないんだ。ボルモは別にいけない。メンサーは引いて組んでもらって。とりあえず、まあ、配置できるような感じで。バンバン言ってください。何でも。フニューでいい。はい、フニューで。バンバン言ってください。バンバン言ってください。なんかあれば、お互い言ってて。ダブルチェックで言う。やだー、やだー、ボルモ。これで、まあ、こっちです。あんなもんパワーポイントアンブルで一発よ。言うだけ言ってくれ。それは良くない。それは良くない。パワーポイントあるの？パワーポイントある。すげえ。メタリングさん持ってる。ひどいなぁ。はい。カルドロ様に言われたから。ちょっとこっち危ないんで、こっちに置いときます。はーい。OK です。いいな。ねえ、こっちクリティングポイントがちょっと、カード弱くね？そうです、暇なら使う感じでも。でもこれって、どうなんだろう。いや、まあまあまあ。でも次の一周、あ、じゃあ、あんまり得じゃない。いいです。次の一周が得意なのかな？わずか、これって。お、これ、来るじゃないですか。これ置いちゃってるんですか？置いちゃっていいですよ、適当に。あの必要とあれば、あの技術も使えます。あの、カンでもいい。カンがいっぱい置いてもいいです。カンで移動する必要はないと、この場所でいいですよね。入れない。なんでクリーピング出てくんの？おかしくない？盛り上がって、まさかの水連鎖。あ、水連鎖きついちょっと、アルコ置いておく。アルコ置いていた方がいい。ちょっと、これ強くない？はい。いや、アルコ出てますよ、ね。違う、あの、川姫が交差点ってひどくない？これ。これはいい。川姫で、あ、雨に行った方が、怖いですかね。これひどいなぁ。相手の攻めも、まあ、そんなには強くなさそう。とりあえず置けなくなるかもしれんが、カンもそっか。ウェザリングさん、パーコイさん、アブとチェーンメールもあるし。ここで洗いで、したいけど、まだ。必要だったら使ってください。何？いや、これは、まだ。エナジーフィールド、まだ。10分。30払って、作ることない。なんかゴミみたいなのがいるな。やめときましょうよ。ティラノサウルスあれですか。サーコイってティラノサイズなんかやってくださいよ。サーコイってティラノサイズ。サーコイってあれ？ティラノサウルスあれないか。あの、そう。その前に、ちょっと移動しようか。ティラノサウルスにメイデンかけます。ああ、なるほど。じゃあ、まあ、暇だったら使ってください。やべえ、いやこれいいっすね。結構、蹂躙できるんじゃない？相手が、一つの、一つで結構、バイバイしていくのが、180あるんだ。あ、かけれんの？自分のやつだけ。自分のやつにかけれないの？そうか。ってことは、ウェザリングさんが使えば、ウェザリングさんが使えば、俺が使えばいい。
勉強になりました。勉強になりました。だから、あ、行きましょう。よいしょー、モルモの餌食ですよ、モルモの餌食ですよ、モルモの餌食ですよ、いいんですか、モルモの餌食ですよ、結構な来そうなんですけど、僕次ダウン解除されるんで、まあワンチャン使える可能性もあるんで、いってこれでいきます、モルモの餌食ですよ、最悪ブレグニルで移動。あー、どうしよう、まあいいのは手に入ったけど、古いよ、近いな。古いよ、近いね。ペンタクロス、まあ適当に。あでも。ペンタクルス。ペンタクルス。ペンタクルスを適当に。まあ、これも適当に。まだ、まだダウン解除はしばらく。バール出したいんで、はいはい、一つに置く場合は、はい、そこを別に、そうですね。で水でペンサックのままありっちゃありするけど、少ない。ここに落としてこう、うん、いける。確かに。一つは厳しいか。我々の我々の連携プレイ。技術持ち2体もすでに出てるってんで、かなり。があればプニルは殺したいですけどね。プニル殺される前にエナジーフィールドとか。あ、なるほど。ありかも。それか、メイデンに。相手の考え抜けてからだ。いやいや、エナジーフィールドあれですよ。あの、エグザイルで。エグザイルでか、さっきのターン、バードメイデン自身にかけるべきです。あ、なるほど。普通にかけます。うん、うん。完璧です。不屈なんで、最高だ。いいなぁ。あれでいいなぁ。次のターン。あれではきつい。あぶなそうなんで、水で連鎖しときます。いや、ここにいいんじゃないか。ここいいですね。いいと思います。じゃあ、ここに行きます。ラグドール。ここでいくつでしたっけ ?4 です。4。ラグドール。ラグドール。普通に連鎖を組めてしまった。It's your turn.おぉ、すげぇな。殺したいな。危ねぇ。さあ、これ振ったら星に行けるかな。ターコイズ、ターコイズ、チェーンメール、ナパマロー。何でも使ってる。何でも使ってる。チェーンメールって、この道、ここで。この道、あの、特殊は入る。これはどうするの。タッカーがターコイズでやられるけど。まあ、当然なんで。アイテムはガンガン使っていく方法でいいですかね。1、2、だけ沢姫うまく使ってあげたいんだけど、難しいですよね。それこそトランスの調整で使えればかっこいいですね。ターンコイズやられたら食べなさい。 R さんとかはやってくれる。まあ、アイテム、セキュリティ多いんちゃう。なんでねぇ、なんでアーティストでもよかったんだけど。あ、ガード、川姫に、あ、川姫はダメだ。フロートシジル、あ、ダメだ。普通につけたかった。ダメだ、こっちやばい。どう使えばいいんだろう。ダメよ。あれと手ないですよ。そのうちあれ、来ますよ。バール。あー、そうですね。ジャスター来ますよ、ジャスター。見せたこともできる。やばい。いい、慣れた。強いな。慣れたか。俺の途中、ダウン解除も来たから。あ、俺の途中になるんだ。あ、そうですね。なんかあります。難しいですね。レベル上げるか。上げるか。上げる。チェーン経由で。とりあえず今ここ来たらまだそんなないから。チェーン経由あれば落ちないんで。あ、そこターコイズで落ちちゃうんで。
右のパーフィネの方がまだいい。なるほどね。ちょっとこれも合ってるのか分かんない。とりあえず今は。そうですね、まず200。じゃあ、現金予想で、まあ、持ち歩いて、まあ、持ち歩いて。持ち歩いて。お、わかり。状況変わってくる。ワタリーは厳しいな。エナジーフィールドを打たなくてよかった。あれエナジーボールだ。エナジーはマジックシュート。マジックシュート。さあ、はい、エナジーか。Good luck on your next journey。なんていうの。エナジーかければ無敵な。え？おー強いのバカくんだ。それは困る。それひどいなぁ。いいじゃないか。置いといていいですか。あと、バールスリング、めっちゃ金集まってきたけど、まあまあ地域でとりあえず連鎖しましょう。この範囲は近いけど、いやちょっと近い。あれ？あったらあったで役には立つ。どっかにかけとくだけなんで。あ、なんかそんな暇ないかなと、このなんかいっぱいいるから。購入してていい。これサム範囲は行くだけ。そうですね、水なんで。フローしてはい。足は温存したら分かったかもしれないです。ああ、なるほど。足少ないんで、このルール。そっか。無料当店とか。ぜひ、今持ってるフライとかも、こことという時に使うように残しておくんで。周りがなんかあいつを倒せるような強さがいい。どんだけ攻めててもはめると死んじゃうんで、5ではめた方がよかった。これ強い。はい、僕もそれに気づけない。なんかやれそうなこと。グラディエーターで。おや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 、どうしましょう。でも、こちらは あんまり活躍できなかったので、フォーク削りに行っていいか、フォーク巻くか、間違いですか。もう任せ、巻いときます。ミートで。なんかリープ引くなぁ。いいなぁ。ここはそのうち上げるとして、ヒットポイント上げますわ。ここ上がる。どうしよう、こっちダーカーやつだ。ダーカーだったかな。ダーカーを上げますか。じゃあここはきっちり。あれ、無属性物に近いんじゃん。無属性物に近いんじゃん。何が出た。無属性物ってもう使いました。ああ、どっちも火、これ。はい、あ、じゃあ、無か。あ、そしたらボルムで、ね、ボルムちょっと上げとくんで、ちょっとボルム拠点は一応、ね、これやべえな。ちょっと、遊んでいい。どうぞどうぞ。これ、あらら、全然守ります。あらら、お願いします。守ってもいいんやけど、もう、キーはもういいでしょ。あ、でもカンがいなくなる。まあ、キー置けたらたまに置いてくれれば、うん、どっちでもいいです。使わなくていいと思います。使
わなくていいですって言ったこと今よっぽど使ってないと思うんで、スパシかラグドールはいいですね。ラグドールでもいいですね。ドールかスパシだと。ラグドールの方が多分まだ使いづらいところがあると思うので、うん、今使えるときに使っておきます。ラグドール。それでテルさんも使えてくるのかな。おお、使いづらいカードがボンボン来ますね。まあ、ホープ使っておいていただいて。いいな、回収。水が。早い早い。まあ、どうしよう。でも、まあ、そこをレベル3に上げるか。あ、でもハマりそうですね。ただ、ターコイズを処理してからじゃないと動かない。確かに。そうか、カットパーツですから。ここは特にないかな。まあ、止めるならこの姫ぐらい。最後、カーキで攻める作戦パスなんでやめときましょう。隣でなんか、浮かないなという声で。テンクさん、やめてほしい。本当にやめてほしい。まあ、でも一回休みみたいな。ああ、じゃあ続きましょうか。確定なら、お願いします。はい。定名が、まあ、別定名使って。貴重な足を、スカートのでかい、このディープ使ってくれたのはでかい。まあ、メイス使っていってると思うんで、まあまあ。いいですね、メイス強い。メイは3って言った。あれ、その悪い機会やった。おお、リーブか。どうしよう。フライもあるし、せーな。まあまあ、こんな。あげときますか。いいと思います。いいと思います。であれば、木で連打。やることない。ない。バルメで寄せとくか、大事。まあ、寄せないよりは。間に書かれるよりは。It's your turn. Okay, then, でかいですね。しばらく缶は置けないけど、さあ、置けるわ。缶置けるで。水で食べれるの？ね。水で。贅沢に水と火両方で連鎖組んでいく感じで。そうね。どっちかトランス。そうね、トランス使ってしまえば。もう一回殴った。なんだこれ。なんか来た。SE まだ2、30ぐらいしかないですけど、絶対アングリーもしくはスパスで守れるレベルなんですけど、アングリーでも絶対守れるならば、どっちでもいい。アイダスでサボプレイ。アイダスでサボプレイ。いい感じ、いい感じ。後半事故りたくない。エナジーフィールド3つとかある。メイデンに。あ、まあでも、あるか。でも、メイデンはそんなにダメかな。だから、結局、トパーダブルがあると、あ、でも、効かない。両方に効かないから。そうですね、結構強いかもしれない。いいですか。じゃあ、いつかな。バールの隣にコーンフォークを移動させて、あの、横付けされないようにしておくんで。あ、なるほど。まあ、バールいいですか。バールなんか弱い。ST0 ですよ。ST0 ですよ。いいですか、バール。強い強い。バールで100本も出るし。で、カード待ってくれるから。マカラでいいんですか。あ、いいですね、マカラ。マカラ引いてる、すごい。マカラとか、レアカードとかなったな。レアカード面白い。でも。あの、やってもいいですよ、バール。あー、マドラ。やだー、来ないでー。どっちでも、どっちでもいいですけど。めんどくさい、これやっぱりダメだ。これがでも、これはもう、
あとあとこれで、そう。これ、ツインスパイク案件。お互い手札苦しめて。スパイク案件。アルクで、ダウン。アルクで、あの、あ、モルモン。もうでも、まだ次のターン、ダウン解除になるけど。あまり、まあ、お金無駄なんで。あ、じゃあなんかにかける。カワ姫。アルプでちょっとカワ姫ダウンするかどうかちょっと確かめてもらえません。します。します。あ、でも結構持ってるね。ちょっとそれ僕知らないんで。あ、いいか。いいですね。まあ、せめてはこの差そうだし、SP はあんまり意味はないんだ。SP はあんまり意味がない。エナジーフィールドだから。バカラの人使おうと思えば使えるし、わかんないっていう。おお、めっちゃ見えてた。なんかしてほしいことあります？異変？それともレベル上げ？これやります？レベル上げていい？結構きついっすね。ここが、やばい。踏んだら、ショック。守れる？守れる。リスク、リスクある。リスクを、おぉ。あ、いいね。リスクあるから、ショッカー、ショッカーか。ショッカー、マジで。マジでショッカー。トランス急がないと。やべぇ。まだ祈るだけ。こちら、調べて。はい。中身お願いバールさんはするしかないか。ツインスパイガンケット。まあ、どっちも強いですね。とりあえず置くだけはいらない。あげる？あげるのは僕がやるんで、はい、次、了解。じゃあ、巻いておいてもらっていいですか？グリエルワールドあれが消せますけど一応うちだけあ、じゃあ世界だけか、世界だけやね、世界だけなんて、どちらでもワールドは取っていいんじゃないですか。まあ、次トランスできないです。あ、フィッシュあの、まあ消えそうなんで、フライ使って、はい、モルも積みそうな気候に弱い。すごいの出た、すごいの。これ4に上げていいです。あ、なるほど。今んとこ攻められるのはバタリン持ってるこいつぐらいで、こっちがムーンシミター持ってて、生まれたとすると、今、ヒロエさんとかクリーチャー持ってないんですけど、結構、これ、混じりあります？まあ、使っていただけるならありがたいです。結構プレッシャーにはなると思うんで、これが勝負を分けるかもしれない。クイーンターだけ引ければ960でかい。クイーンター引ければ OKOK。 クイーンター引ければまあフェイトって武器持てます？え、持てない。あ、持てる、持てる、持てる。クイーンター引ければもう適当に歩きます。誰か FP あげて、ヒットポイント上げてほしいのある？あ、これね、これ、はい、ボルボ上げとくって言うよ。ボルボがマジで落ちんって。ボルボ固くのか。両手指でターンで何もやることなければ、はい、グラディエーターが、はい、もう、はい、ベンさんのために移動してあげてください。これでムーンシミターあるから、あ、まあまあ、あの最悪こう移動してくれれば。いけへんね。これかな、これか、これか、あ、これちょっと弱そうだな。3つ目、ちょっと相談しなくていいですか？3つ目の相談。あ、そうか、見ることは見えない。相手の画面見るのはありなんですよね。じゃないですか。目線だし。サンダークラップ。判断して使っていただく。これは先発。結構ね、サドインパクトある。今使う条件がいた。使うなんて。ロングライン。ああ、ロングライン。連鎖が増えるかちょっと微妙。ああ、あれか。
あ、オールラウンドか。え？で、どうしよう。これを、やっぱロングラインか。ロングラインかもしれない。そうですね。いや、でもロングラインは、あ、違うか。ロングラインって、両面あり、なしか。これ、とりあえず、このこいつを、こっち、ちょっと下げたい。あ。これは、あの、分子みたい要因なんで、あの、下げたら言ってください。You've earned a reward. Good luck on your next journey. どうぞ。ありがとう。Advance. Oh? Clarify. いや、エナジーフィールド消さない方が面白いよね。あ、これで個性いい。でもいいよ。フリーかな？お金もちょっと。先生か。じゃない。サクリン使って、混じりで、フリートランスできますけど、します。なるほど。トランス行きたい。早い。あ、できるかな？できるはず。とりあえず、守るのもまあまあありな選択だと思うので、あ、そっち。そうだね、ここから怖い世界の人々のことを考えるとあれでもよかったかもしれないフェニックスにまあまあどちらでもあ、ミスターギリできんかすいませんギリできないな やっぱりギリできないギリできんすまないこのリダリングさんがどん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 いくかなこれ、ヘイスト打っときます。ヘイスト打ったら、発生したら、うん、じゃあ、あ、ガッツできてる。どうぞ。が、いや。踏んだときに、トランスの価値を上げるなら、4連射に取れた方が。これでようやくあいつ地面できます。これちょっと違う。すごい怖かった。リチじゃないの。いつでも壊れるから。なかったです。ここ行けたらね、嬉しいですけどね。まあまあ、フェイトを食います。ここだったらフェイトを食います。ちょっと、ビープは使いませんね。ちょっともう少し待って。OK、ラッキー。素晴らしい、フェイト。バルダーもう出さなくていいです。無理に風がいない。無理に風取らなくていいです。8さえ出なければ、ヘイストかけるんで次。そういうことはサドンインパクトではない。サドンインパクトではないな、これ。上げたい。ああやばいやばいやばい頑張れ頑張れあのトランス派手にトランスしてください派手にトランス派手にですか派手にトランスしていいですかいやでもこれむしろ全身ですよだってレベル55連鎖トランスでかいですよでかいな派手にトランスかな派手にトランスどうしようおおおなんか困ったのねどうしようちょっと使いづらいですね、シルバーフロー。まあまあ、使えたら。だから攻めて。どこに、バールですかね。バールあげますかね。バールです。バールしかないです。一致してるクリーチャーが。ある意味、ちょっと、ありかも。あまりにも、あ、こっちに合ってなさすぎる。レベル4にするもしくは、隣のジャッパーを開ける。フォアトリック上でもいい。アイテムどうですか？数えて。まあちょっとアイテムはちょっと厚めに持って、全員が来てる。5以上。いや、ピアニカに、あ、違う、ピアニカ怖いから、あの、バタリン、あ、なんか、ペイントは切っていいから。ああ、あげて、使えば、あげて。やっていいけど、まあ次のターンはちょっとヘイスを切られるから。足らない。合ってないもん、ね、ああいや派手にトランスしていただきましたねいいっすダイン、あ素晴らしいアンダイン、でもヘイストってないから早く踏むと
9ね。9。あ、ヒート使いたいぐらいだった。失礼しました。ここを封筆はあるない。そこまで、まあ、大丈夫。今のところ、マジリはキープで。ちょっと遊びに行く遊びに行っていいですか。やだな、これ取れちゃって。これすげえやだな。え、テンスイングスパイクだ。テンスイングスパイクで、なんかお互い入ってた。え大災害。大災害。まあ、面白い手です。いや、そうなんだ。大災害か。これ、ちょっと処理手順的には、変身の方が先ですよね。タイムの調整変化とかがやだー、ダメゴミ、ホームグラウンドでした。ホームグラウンドホームグラウンドなくなった。さあ、3出たらもう本当にすいません、ヘイト使ったりするようになった。3で抽選、3で抽選、3するよりはそうですね。はい、ハングリー怖い。ハングリー？おぉ！いや、でもこれプレッシャーになるのでは。あの、服解いた方がいいですね。解いて、コアトリックで下手したらアングリーでもキルとか読みられる。リスク表示させるぐらいはできるんじゃない。どれも引かれないようにだけ。どれ、まさかな。まあ、どちらでも。ファールであの、あいつの、ね、殴りに行ってもいいんだけど、そこまでこんなことしなくてもいいか。でも、あの、それ倒してもありみたい。相手の山札マイクの確認します。このトリックへの能力が上がるのかどうかが。上がるんであればアングリーで落ちるんだ。こちらでも、あの、こちらでもいい。ちょっと、こっちなんでややこしいな。これはいかんと考えてた。ちょっと、ディスクパリーンディスクパリーンはこっちニヤニヤが止まらないんで。いや、でもディスク使ってた倒しに行くっていうのはちょっと前、見られたらなんかしばらくこれをしようか。ちょっとアイテムがあったら、あの、一回覚えておいてもらって、リスク使いながら。普通に、あれ、なんか使えた方がいいのあれ。リスクはまだ僕は、まあ、最悪9出たら折り返せるんで。できれば、アルプ行けないかも。あれ、水でしょ。これなんですけど、多分同じ条件なんで、ああ、多分使えないはずですけど。フェザリングさんは、チェーンメールとアングリーなんで、とりあえず再コード。一応、かけれないんですけど、クレディット。なんかあるから。あ、そうですね、新客が強い。あ、次フェイストで、ホルモンがいる。ああ、避けれる。お返しで。あ、アングリー引いた。このフェイストは次のフェザリングさんのために取っておきます。いや、僕マジに最悪あるんで。バタリンだ即終わりね。だからまあバールですかね。運気のバール。アングリー相手に持たれてるけど、アルプは何か運気みたいな。ちょっと怖い。あ、でも SP 下がってる。一応置いときましょうか。大丈夫。厳しいけど僕の拠点がないのが本当申し訳ない。はい、
ハードロック。ハードロック。ハードロック。ヒト風。ハードロック。お前じゃないんだ。しかも出ないんじゃない。そう。出るか。だから戦隊です、僕がウェザリングさん、どっちで。だから、トークとか使ってれば、トークとか使ってたから、多分強い。33で、多いから、これなら、で、そう、56ピック。そう、ST50 になるんで、56ピックを決めさせられる。だから、まあ、やる人は、将来的にできる。早くバーガーを倒していって。いや、これ。なんかいるな。今なら。なんかいる。いや。さっきからサンドバッグになってるこここトランスできたら、そうでかい。うん。裏切りとか、先引きになる。なんか、奪える？もう、ちょっと色色は色大丈夫。色は僕らかけない。色が合ってない。色が合ってない。いや、ファールで、あの、殴ってもいい。なんか、ファール落とされそうで怖いっすね。リスクで殴って、リスクつきでもう殴っちゃったらいい。変なもん割れる。いや、ディスク使うから大丈夫。あ、そうそう。アイテム割れば割れない、割れない。ヘルさんはしばらくは来ないけど。動いた、回る。スダイズビープは、まあ、トランスに取っときたくて、どっちでもいいかな。ちょっと移動先はあったとしてもメタでいいんで、はい、あれ聞いてほしい。あ、そうか、そうか当たらないんですよね。あ、当たらない。人のやつに当たらない。またチャンスがあればそちらで、はい、スダイズと言っている。はい、はい、アルファなんかタイミングがあって、どうしようしようか。おぉ、檻は1とか持ってない。ない。ケイスだ。オッケー。タイムで切りたいなぁ。アーマーを。でも、あんまり。いいです。まあ、アイテムも。It's your turn.あと2本目かい。もうトランスするしかない。はめれない。はめはない。紹介しますね。あるとどうしよう。おやおやおや。シミターが。どうせ1枚捨てるな。倒そうか。ハードパワーが弱すぎて、どうせ1枚捨てるな。もう買おうかね。いや、全然使えるの。じゃあでも、どうします？いいんじゃないですか。守りますか。はい。アングリーはなんか使えそうなんで、スピアか。鎧。相手が、ヒーター、使いたい。ヒーター、ついて、そうですね、まだ使えます。ヒーターを使ってくれたら、これが手に入った。それが手に入ったから、もうウェザリングさんは落ちない。あ、落ちない。そんな頼もしいマグマシールド見たかった。じゃあ吹き切って、はい、暇だったら吹き切って、隣で遊びに来られちゃう。いや、おやおやおや、なんかそそり立ってて、それは良くない、それは良くない。
バルトがヘイストを使うとドロップいらない入らないヘイスト使うと6でモルモフけどモルモフならまだトランスで許せるじゃない。あ最悪がそのオアストリクエムっていう未来が怖いって 25% なんでヘイストで確か6が出るかと思ってこれを許容さます100% コアトリ回避できる。これ、ね、100周年だぞ。また暇だから。まあまあ、どちらでも。100はどちらでもいいです。これはまあ、どっちでもいいし、なんか他あの。1、2、3、4で。これとか。第1か1か。ね、さっきまでもあったから。どちらでもいいです。6社で意外と ST あるよ。でも6社違うんだよ。うちのまあなし。レベル6。1は出ないという。出ないという前提でプレイするしかない。前提でプレイするしかない。でいいです。メダリングさんヘイストは無料でいいです。そうですね。いや、買っときます。じゃあまあここかここに止まれば大ラッキー。大ラッキーです。向こうはラッキー止まれてもしょうがない。ちなみに、はい、中回ボーナス入るわけじゃないトランスもできます、ね。1200。オッケーで、トランスどっちが早いかね。こっちもちょっとまだ4連鎖にどっかレベル3に上げる。おぉ嘘だろおい。こちらはちょっとあのパールじゃどうしようもない。はい、あのあ、できますやりましょう。これめっちゃいい。引いていいって言って。フレンさんなんで。体はまた大丈夫。あ、あれ？ね、カード引いた。3位。まあ、ベザリングさんはまだ。マジかお金なくなる。単純にカメさん。それともベザリングさんの激しいトランスをカットするか。ベザリングさんによってレベルも作れない。100投資はできなくなったけど、まあ最悪バールトランでバッポリなんで、やべ全然土地の色が合ってねえ。適当に巻いて適当に色揃える。バードメイデンの弊害が。ちょっとでも色揃えたのか。相手も変なものじゃん。大ラッキーがいいな。大ラッキーがいいな。あ、あれやな。斧で落ちるんじゃない？斧で落ちるんじゃない？いやいや。攻めない方がシルバープローがあるんで。これはむしろ6出た方がいい。で、入った後、どっかに投資されるのが嫌だから、はい、こいつを断殺とか。あー、完成です。めっちゃいいですよ。これこそある。俺強いっす。もある。ある強いな。僕もあるとこ。いい感じです。このヘイストは一番いい。ヘイスト、ヘイスト、うまいこと。ナイスヘイスト書いたな。まだ20で取っていい？そうっすね。怖いな。こっち上げる手もあるけど。あー、上げといて落とされないなら。60。防御が当たってわけでもないし、バタリンで落ちないし。それが、何で言いますかね。上げていただいても大丈夫。ああ、そういうことか。来るなら、どこですか。来るなら、どこか。ジャッカーかな。ジャッカー行きますか。どっちでも、これ難しいですね、この判断。これちょっと、まあ、海を開けて。まあ、強いっちゃ強いんで。投資だけ。じゃあ、また、まとめないか。My lands grow ever stronger.
わー、高いといった。お？これ、テレビは3分、あ、3分か。とりあえず一発はあれやけど、タイミングがあれば、あの、横に横付けしてバールに多分金額はできる。まあ、そんなことしては、大体に多分バランス変えるんだ。うん。ピアルハイはどっちでもいいです。あ、でも、あ、あ、そうだ、そうだ。ピアルハイ。ああ、まはい。ピアルハイ。オッケーです。ペースト消せればオッケー。なるほど。そっかあ、このバールをどうするか。オールドウェイに変えちゃった方がいいっすね。オールドウェイに変えちゃった方がいいっすね。オールドウェイは中に変え取ってもいいんじゃない。あ、ロックでいいです。ロックでいいです。The right creature in the right place. これでこれだから。レベルごと。ギリギリトランスもできないし。100入るかな。カメさんはリビングアーマー、シャドーブレイズ。毒が飛んだらあのレベル4大丈夫です。とりあえず、取るしかない。ウェザリングさんの方はどうしようもない。できますか？いやいや、激しい。今、はい。お、なんかいるな。なんかいるな。なんかいるな。エローガーです。超暇なんで。とりあえずは、ちょっと置いときますね。あれやばいね。いや本当ごめんよ、爆発が出てる。ごめんね。すいません。とりあえず仲介するけど、なんかしてほしいことは。まあとりあえずこれ起こしとくんで、踏んだら横移動してください。これ起こしたままやってください。起こしますねこれ。こっちの方がいいかな。アルフ置いときましょう。もしヒーターが使えるか僕は問題ない。あ、ヒーター。じゃあ、まあまあ。ああ、どうぞ。ビープを引いたんだ。
上でトランスじゃない、これチカブトのやつが下なんだ。下で240で、まあ、メイデン上げます。はい、メイデン上げて。これまで引こうかな。これまで引こうかな。You don't have enough magic power. じゃあ、当てて勝ちましょう。It's your turn. 相手はあと2手、あと2手でやられるんで、あるのを起こした方がいいならあるのを起こしますけど、まだ1回つながってるところを終えたんで、N 取り手までいければ、そこまでしなくていいですね。まあ、とりあえずはリープは使いませんね。はい、行きます。これコブラで連鎖切れそう、はい、守りますね、はい、リバウンドアーマーかリビングアーマーは無理で起こせるリビングアーマーはアングリーで起こせるプレートメールもアングリーで起こせるアングリー使っちゃうシャドウプレートをされるとこっちになる勝ちゃうアングリーで全部起きるアングリーで全部アングリーだけ、アングリーだけ、こちら。ご視聴ありがとうございます。よし。いや、これってあるって。まあいいや、アングリー使ったら絶対落ちない。こっちがアングリー使ってもそっちのアングリーか。まあ守れない。守れない。ハングリー買ってきたっぽいね。はい。わぁ。勝てねぇ。しょうがない。しょうがない。いろいろさんを直し。しょうがない、しょうがない。まあ、1は出ないんで。わぁ。余計なことはこれか。なんか、メイデンで。かけるやつもなんか、いや、一応、まあ一応そう。あれかけてもこの地変もできますもんね。さっき、まあ特に、ない。ヨニングさんはもうマグマシールドあるんで、ベタリングさんのところだけはちょっとケアできない。ただ、シャッターのこともあるんで。はい。で、まあ、取り返せる。そう。いいですか、ハグル使いますかけてあげるな。パーツマスク。この範囲。これ単位で、斧でいい。そうですね。これで確定。でもダイヤアップじゃないけど、ダイヤマーマン。お任せします。これはどっちも、まあ、いい手なんで。アングリー強そうなんで、これ、あれか、ペンギンだから、守りましょうか。ね、実は拠点がないんです。ああ、なるほど、全部テルさん、全部テルさんだから。まあこのダイヤーマー使わせばでかいですけど、アングリーがさらに効きやすくスピードになる焦点の立ちみんなと戦うどちらでも必要な時にあのあれ使ってくださいね。フェイト。ああ、よかった。僕はアイテムはそんなに必要ない。この3つ目、一応見せておきます。はい。サンダークラップ怖い。サンダークラップ怖いわ。じゃあ。あれの可能性。ない。ここにつけておきます。あの何かの時に動かせるようなそうそう連鎖を取れるかな。
これは走りに行っていいですよ。はめられはしないんで。はい。さあ行きますよ、さあ。ガッツリ投資します、はい、ここでいいです、ここはバタリンクラウンで、ね、まあこっち動いてくるあんまないよ、息をここでいいです、ちょっと僕の持ってる魔力全部投資できれば楽なんで、あらおーやらもう一個だ、ここでいい、行きましょう。やっちゃうね。あら、ペラチンでいいですね。カメさん。カメさんね。いいショー。素晴らしい。これは強い。これは強い。何でもできるより今引くんだってね。これは強い。いいね。移動されてもアイテム増えないね。今は何もないでいいですね。心配はつけたので、下手に上行かない方がいいかもしれないね。わかんない。あの、確信できる。そうだね。カメさんの要するに、もう、ついて行って、周回しながら上げて、上げて、で、頑張って連鎖を増やして、何かしらで、やっぱり、はい、その周りをぐるっと回る。ロクシルという餌がエスカルゴがいますよ。エスカルゴトルネードでも巻いておきますよ。エスカルゴがいますよ。僕次リープは使わず1ダイスで頑張ります。一応100打点いきました。12%くらいありますけど、じゃああれえカメさんのあれを落とせるんじゃない。これと落としますよ。グラディエーター落としてもいいし、カメさんのあそこ落とすたりしない。まあいいか、しないね。はい。ガッツェリー読み取ってる。いや、多分守ってくるな。真理をついている。やばい。しょうがない。今、待ってて。うざいっすね。うざいっすね。見ていいですか？素晴らしい。防止するところが。あ、そこしかない。いきますか。分子ミターで大丈夫。違うんです。僕、プレートメールがあるんで、プレートメールがあれば、ここ、レベル5にしても落ちない？あ、だから装備できないか。装備できないと思います。ベタはベタを。隣接しない。ちょっと、こいつに潰される可能性があるんで。だいぶ下がりますよ、だいぶ。ここか？やっぱ。ここか、まあもう真から攻めてくることあまあその無理当たりがあるのこれ。出てきます。ああ、めっちゃもう。まあ、いい。My lands grow ever stronger. It's your turn. 頑張って、点取ります。頑張ろう。この辺、作ってる。ないか。ない。じゃあまあ、普通に周回しますね。一人手を回れば、はい。周回しながら、それで、640投資で、いや、結構相手が早いんですよ。これで、あと何個？テルさんが、あの、下に、相手の地属性の時にいるフェイトがいるんですよ。はいはいはい。それで連鎖は一つ消えるんで、こう、そうですね、それができるんですよ。で、次に何やりましたっけ？アングリーはある。ギビングアンブルもある。カメさん。まずどんな武器がある？ええ、ステージがあるの。そっか。いや、シャドウブレイズ。シャドウブレイズ。ええ、やる。ないから。これ作るだけ振り。はい。
武器じゃあフェイト2体いないです、ね、あいる2体いるからサドブレイズの攻撃力が60は出る60は出るけど相手がアングリ使うんで、まあ、アングリだけでも使わせると思うんですかね。はいな、どの道終わりなの、どの道終わりなの、行きましょう、はい行きましょう。さあ、手4歩で終わりなんで、行きたいな。使わなくてもいいかなと思ったんですけど、使ったら相手の HP が10になるので、次はこっちのアングルで。4回5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